始めますか。はい、それではそろそろ再開いたします。よろしくお願いいたします。はい、では2番目のテーマに入ります。これはまあそんなに難しくはないと思いますね。これはセルフコンパッション、まあ自分を大事にするというテーマなんですね。まあ話す価値はないと思いますけどね。理性のある人は自分を大切にする。でそれでいろいろ経典でね、自分をどうすれば大切にするのか、自分を大切にする正しいやり方は何なのかとか、たくさん経典あります。まあ結構たくさんありますよ。だから引用することとちょっと難しい。これは何で自分を大切にすることはテーマにしてほしいだろうかってわからないんだけど、世の中は変人いっぱいですからね。常識じゃない人々ばっかしですね。人は常識じゃないとも自分のことを大切にしてないでしょ。ですから私の答えは至って簡単純で Be normal、 まあ普通に普通になりなさいよと。普通の人間になりなさいよ。人はそのままではありません。みんなかっこすぎてるんですね。何か鎧かぶってるんです。何か妄想概念持って、まあ、それが自分やと思って生活するんだから気持ち悪くてしょうがないんです。人と仲良くすることもできなくなるんですよ。だから何か変な妄想概念あれこれで、例えば自分のことを人は勝手にいろんな判断してしまって、その色眼鏡で接近すると、もう付き合いできないんです。こんにちはとも言えなくなっちゃうんです。さまざまな概念に洗脳されて無理に良い人間になろうと努力する。これいくつか例出しますね。一番目の例はいろんな世の中の言ってることをね、洗脳されちゃって。それは良い人間になってやろうと誰もするんです。無理をやるんです。だから頭がおかしいよ。これは自分を愛することじゃないんです。それもう一つ、世直しに努力してより迷惑な存在にもなる。特に西洋的には世直し、世直し、正義の味方。だからその子供たちに使っている文学、漫画などなどはもう全部正義な見方の話ばっかりで、子供たちは病気になるんですよ。信仰する宗教の妄想概念に導かれて自害的な行為をする。宗教もそうやって人は素直にさせない。
あ、こんにちはと、まあ、言えない状態してくるんです。友達になっても一緒にご飯食べましょうと言ったら、ね、こいつは仏教で私はイスラム教で、すいませんねと言うんです。できないんです。だってあれ行こうな、これ行こうな、あれ行こうやって言ってるんだからね。そこでどんな宗教もこの過激派だけじゃなくてね、自害的なことを教えてますよ。どんな宗教、仏教、何やそれと聞いたっても誰も分かってないんです。大日如来を経験したければ大日如来が出現現れて欲しいやと思うバカがノマスクワス何年も森の中で山の上ですごいガキがあるところで何か行やってみましょう。呪文唱えたり、滝に打たれてもらったり、ずっと夜何かどこかでオープンスペース山の上でね、ずっと座禅込んで呪文唱えたりとか、自害的な行為でしょう。それで脳がおかしくなったら、たんまり何か変な幻覚見えます。でそれは大日如来じゃないんですけど、なんかちょっと幻覚が起きたんです。で、幻覚だから大したことないでしょ。これで無理やりそれ解説して、ある日私に突然、こんなことは起きまったよと言って、宗派まで作っちゃうんですね。それで後の連中がそれがなおさらストーリー加えて加えて、まあ病気でしょ、はっきり言えば。例えばそんなに大日如来がすっごい安なら簡単に顔を出せばいいでしょう。みんなに俺は大日如来だからね、しっかりしなさいよと言ったらみんな信じるでしょう。こいつは4年間、5年間、6年間飲ます食わすいろんな行をやってやりまくっちゃって山を登ったり降りたり、でこれやとはっちゃめちゃやってたところでなんか頭の中ちょっとおかしくなっただけで、それも俺は大日如来そうやって自己紹介もなくてね、だからこの、 仏教もいろいろ妄想概念を作ってね、自害的な行為させてるんです。そうでね、仏教とない関係ない人も仙人を演じるんですね。良い人間だと社会から褒められて認めてもらいたく、社会の不幸不平などを批判する、ギャー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 、こんなことあってはならない、こんなことあってはならない、あるいはこれでしゃべるわしゃべるわ、だからこの人素晴らしい人やと社会から褒めてくれると思ってるんです。リーダーに仕立てると思ってるんです。自分の問題を隠して他人の過ちを親にするという、要は最近よくありますね、マスなんとかで、ソーシャルメディアで書きたい放題、人の悪口書く、それは正しいかどうか証明する必要もないんです。書けばいいんです。それでバカもあれ読む連中はその通りやと思っちゃう。なんか本当に同じ
世界なんです。誰が自分の携帯で丸々さんが、まあ、こういう悪いことをしまったよと、これでこれで丸々さんと丸々さんはすごく困っているんだよと、みんなああそうですかと、やっぱりあの人はと思っちゃう。調べようともしない。それで本人に聞いたら、この〇〇さん〇〇さん迷惑になったと言ったっても、その人はどこにいるのかで、これはプライバシーだから言いませんよと、自分が作った名前だからね、これ読んで乗るんだからね。だから特にこのソーシャルメディアは人を非難侮辱するためにものすごく力を入れて使っているんですね。だからその株バカがね、自分が先人になる、なるんだと思っているんです。それ人をけなったら、よくある精神的な病気なんです。ですから、自分を愛する人、be normal、それだけ。はい。そこで自己中心的というポイントがありますね。誰もが自己中心的な気持ちを持っているが、その考えに気づかない落とし穴があります。我々みんな自己中心的なんです。だから自己中心的であると認めてほしいんです。みんなそうじゃなくて、かっこつけてみんなのために言ってるんではないか。ブッダの教えによってあなたの喋り方間違ってるんではないか。ブッダの教えから見ればあなたの生き方間違ってるんではないかと。だからそういうの私は反応したら大変なことになりますけどね。だから物事でもともと人は自己中心的だから、自分喋ること気をつけて、これ自己中心的やと。人が非難する前にものすごく気をつけるんです。これは非難は外れる可能性は 90%。 これ自己中心的っていうことは、いつでも自分が正しいという前提なんです。これはどんな生命を持っている一つのハンディなんですね。どうしても自分が正しいと思っているんです。主観で世間世を見るのは構わないが、自分が正しいという前提を持っている限り、自分の主観は当てにならない。ピント走るの湾曲された思考になります。だから私はちょっと病気がありますよと、私は自分考えることは正しいと思ってるんだよと言うことを覚えていないと、自分が何やっても大変なことになる。自分の知識すべて湾曲された、乱れた知識になります。これは自己愛することじゃないんです。主観で世界を見て、自分に対して嫌悪感を抱く時もあります。ある特定の人々と言いますね、自分世間を見ているんです。これも自分の主観で見ているんです。見てみると、自分の希望あるでしょ、いろいろ。なんか自分では実現できんだけど、あれ、あの人は成功している、あの人は成功している、あの人は見事にやっている。
勝手に思うんです。勝手に言って書類に出て私は何のことかと自己嫌悪に落ちるんです。なんだこれやと、自分がテレビでネットであれでこれであの人は大成功やと見たっても本当にどうかわからんでしょう。ある人は一生懸命仕事をしているのを見たらあの人は大成功や、その人の人生わからんでしょう。自分、他人と自分を比較してみる、見ることはほとんどの場合は正解へ導かないのです。決して自分と他人を比較してはいけないんですね。はい、そういうことをやってるんだから人々はね、なかなか自分を愛することはできなくなっている。自分を大事にすることは、自分を愛するということはあまり良くないんだけど、あの英語ではセルフコンパッション、自分を慈しむこと、私は幸せでありますようにと、これは、ね、願えなくなっちゃうんです。だから私は幸せでありますように、悩み苦しみがなくなりますようにと素直に念じられるならば、その人はすごい立派な人間なんです。このへそ曲がりで、あれ言うと気持ち悪いんだとかね、よく言うんです。相当悪人なんですよ。だからそのまま美しく、私は幸せでありますようにと言える人は、私に悩み苦しみがなくなりますよ。そんなふうに言えた人がものすごい大物なんです。ただの波の人間じゃないんです。だから今までずっと喋ったのみんなへそ曲がりの醜い人間の性格だ。それは仏教はこれ間違ってるんだからで直したいと思ってるんです。はい、それでまああまり難しくはないんだから、この経典に来ます。マリカスタンという同じコーサルさんによってね、経典がありまして、自分自身よりも好きな人はいますかというテーマ。私にとって私よりも大事な人がいるんだ、いますかというテーマがあって、このマッリカというお妃と旦那がコーサル国王なんです。その二人がものすごい仲良し夫婦なんです。それでコーサル国王が、まあ、宮殿の2階で風が来るところで窓を開けて外を見ながら、そばにマッリカ妃も座っている、そばにいるんですね。旦那さんと一緒に仲良し、でお互い、まあ、恋人みたいな感じでいろいろ恋しているでしょうね。だから国王が聞くんです。君にこの世の中でね、君より自分よりも、好きな、いわゆる好ましま大事な人がいますかと、自分の一番大事な、これも夫婦でいろいろお互い恋の話、まあ、なんか恋人同士で喋ってる時でしょ。その時必ず嘘ばっかし言ってるでしょ。これは大体恋人として結婚する前だからね、何とその本当のこと言わないね。
で、この国王が期待しているんで、答えは私には私の命よりも王様の方が大事ですよと。でもこの女性が、あのね、同志が出ても私には一番好きな存在が私ですよ、他の店も好きやと言ったら機嫌が悪くなっちゃったんです。なんてひどい女かと思ったでしょうね。でもマッリカ妃はバカじゃないんです。ものすごい文だと会ったり説法を聞いたり、だからコースローよりもマッリカ夫人とお釈迦様の関係がかなり強い。だからマッリカ夫人が聞くんです。はい、あなたに聞きますよ、あなたには自分よりとっても好きな人誰かいるんですかと言ったら、やっぱりそういえば私には一番好きな存在は私ですよと、それでお互い様でしょうとこっちになったんです。しかしこのマッリカ夫人のこのものすごい知恵、国王が怒れないんです。あの理性だから、それ自慢げにお釈迦さんに報告したんです。夫婦でこうやって話してた時はこんなこんな出来事を決まったよと言ったら、お釈迦様はその通りだと答えたんです。サッバーディサアヌパリガンマチエダサネイワジャガピエマタピエタラマッタナクワチエヴァンピオプトゥワッタパレサンタスマナヒンセパラマッタカムという教えを教えたんです。で、これあの翻訳コピーペーしたもので、全ての報告を心によって尋ねても、どこであれ自分より、これ恋しいというんですか、愛しいものには全く行き当たらなかった。お釈迦様はちょっと拡大するんです。この存在の中でどこを見ても自分にとって自分自身より愛しいものはありませんと。そのように他の者たちによってもそれぞれの自己が愛しいのである。だからそこでバカみたく止まるんじゃなくて、我々私のことを全宇宙の中で私は一番好きだよと。だから何をってことなの、だから他の生命も同じ気持ち持ってるんだよ。だからどんな生命にも一番愛しい存在は自分なんです。だからそれでセルフコンパッションについてかさばりなさいと、もう頼んだところで何が問題だろう。だからお釈迦様の答えはまた道徳的で、そのように他の者たちによってもそれぞれの自己が愛しいのである。それゆえに自己を欲する者は他者を害するなかれ。自分を愛する方法を教えたんです。私のことは大好きやと言ったら、こちらにいる生命も自分のことを大好きなんです。それ認めたら、なんだあなたはとかね、なんだこの犬はとかね、
そういう人は自分を害せているんです。だから自分を愛する、自分を慈しむ方法っていうのは、どんな生命、自分中心に考えるんです。どんな生命も自分のこと第一です。これ現実だから、事実だから認めるしかないでしょ。それでも認めない人々いるでしょ。どうもそれなんせやと、害虫ってなんぜやと、全部殺しちゃえと、それって自分を慈しむこと。自分を大事にするならば他に害を与えてはならないという他の生命も自分と愛しいのだという戒めの言葉です。だからセルフコンパッション、あるいは自分を慈しみということは、第一ステップは全ての生命は平等で自分と同じだと見ることなんで、それで自分が守られているんです。自分のこと、自分の存在が嫌いと感じることは常識でありません。時々言いますね、現代社会では、私は私のこと大嫌いだと、あれ常識じゃないんです。ありえないんです。どこかで変なんです。ありえない。怒り、嫉妬、憎しみ、恨みなどの感情に刺激されて妄想にふけった生き方の結果です。だからずっと怒り、嫉妬、憎しみ、恨みなどで妄想して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 他何もできなくなっちゃうんです。そうすると私は私のことを大嫌いと言うんです。言った途端それはあなた精神的に病気ですということです。だから私は幸せでありますように、生きとし生きるものが幸せでありますようにという人はいつでも微笑んでいるんです。いつで笑っているんです。微塵も心に病気がないんです。次の経典がありまして、自己経というんですね。番号入れるの忘れちゃったんだけどね。それも高瀬老が聞いた質問に答えたんですね。どうやって自分を守るのか、自分をどうやって大事にするのかと聞いたところで、カーヤナサンガロサードサードワーチャーサンガロマナサーサンガロサードサードサッバタサンガロサッバタサンガトサンガトラジラキトウティパウチェティ、自分を守る、これミニより防護は良きものである、言葉により防護は良きものである、意により防護は良きものである、あらゆるところの防護は良きものである。あらゆるところっていうのはそれも信仰意ですね。全部自サンバラっていうのは防護というよりは、まあ、気をつける、検討する、あらゆるところを防護された、無事なんで言ったこと、読み方わかりますか、無事かな、無事ですかね、まあ有事、まあとにかくこの、まあ、恥を感じる人ですね。これはこの恥っていうのはこの仏教でいうあの懺悔のことなんです。汚い品格のないことをやりたくないという、プライドなんですね。でそのプライドを持っている人は
守られていると言われるのである。だから自分を慈しむならば言葉に気をつける、体の行為に気をつける、考えることに気をつける。みんなそれ放っておくでしょ。だから とんでもない精神的な病気になるんです。余計なことを考えていかん、一層でも思考をコントロールしなくちゃ。だから妄想に頭が行くならばもうはっちゃめちゃ慈悲の言葉唱えて唱えて唱えまくって心を守った方がいいんです。他の思考を割り込まないように。その人が自分を守っている人になります。そこでまた高層の国王が政治家だからね、この警備に対して、セキュリティに対して結構頑張ってるんです。国王だから、ものすごく大量な人々をここを守ってるんです。軍隊がいて、象隊もいますから、象の軍隊、馬隊とか、弓、いろいろ。で、ここがある日自分をどれほど厳しく守られているのかと見たんですね。見たら、あれ こんなので守られたことにならんよと。千葉隊がずっとうろうろ動いていたからといって宮殿の中でも軍人があちらこちらいたからといって守られることにならんやと。例えば今もね、まあそういうセキュリティあるでしょうね。だから大統領のそばにも5、6年すっごい射撃訓練していて、もうね、トップの人見てるでしょ。そういう人は自分のテピストでそのまま撃っちゃえばどうなる。守られたことにならんでしょ。どうやってこの人に殺されないというふうに。約束ないでしょ。そんなのは意味がないと。これ錯覚やと。セキュリティシステムは。しかし体で悪行為をしたり、悪語を話したり、悪思考をしたりするならば、自分は内から崩壊していくのです。だから周りでみんな、ね、機関銃持って四方八方見ていたからといって自分の真空位が間違っているならば中から崩壊していくんです。自分の生き方の中に自己破壊の原因が潜んでいることをね、注意するべきですね。はい、で次の経典は、まあ、自分を意識しめなさいというテーマなんですね。Love thyself. Attanan che piyanjanya nanam papena sanyuje. Nahitam sulabham hoti sukham dukkata karina. まず私の訳を言いましょう。Attanan che piyanjana 自分のことを好きやと思うならば。問題それも思ってないですよ、みんな。相当病気でしょ。だから前に経典に行ったことを覚えなくちゃ。客観的に調べると自分のことは一番愛しいなんです。それ発見してからね。ナナンパーペーナサンニュジェ、
自分も悪と混じったことをしないでください。自分の命を悪に混じった生き方知ってはいけませんと。だって自分のこと大事でしょう。なひたんすらばんほうてすかんどっかたかありな。世の中逆に来てるんです。悪いことばっかししまくって幸福になりたがるんです。ただ宣教の時はいろんな人の悪口批判ばっかし言って自分が勝って幸せになると思います。そうならんと思いますよ。世の中、会社であろうか、社会であろうか、国際状況であろうか、いつでも悪行為ばっかしするんです。悪行為ばっかしして、自分が幸せになりたいと思っている。で、ロシアが悪行為して、ロシアが幸せになりたがっているんです。ウクライナが悪行為をして、また幸せになりたがっている。大阪さん、それって難しいやと。そんなの難しいやと。例えば、お金を横領して金持ちになるとか、なりません。すぐバレちゃって、なんでそんなに金があるのかと。どうやってあんた外国でこんなものを買ったのかと。バレたら、幸福になるわけじゃないんですね。だから大阪さんがおっしゃっているのは、自分を大好きであるならば悪と交わるなよと。学者の役はね、もし自己を愛し愛しいものをと知ったならば、それを悪と結びつけるべからず。なぜなら可の安楽は悪をなす者によっては、たやすく得られないからである。はい、次に行きます。自分が何を連れていくのというテーマですね。アンテケーナーディパンナッサジャハトマーノサンバワンキンニタッササカンホーティキンチャアダイガッチェティキンチャッサアヌガンホーティチャヤアアナパイニというのがこの質問ですね。島にオイスカリ、島って別に神秘的に考えないということだね。まあ別府通信なんですね。人としての精神を捨てるもの、彼には何が自分のものとして存続するであろうか。もう人が死にかけてるんです。もうそろそろ死ぬんです。はい、この人の持っていけるものは何ですかと聞いてるんです。来世に何を持っていくであろうか。何が彼に去ることのない影のごとくに好きまとうであろうか。従うであろうか。で、影がいつでも人と一緒にいるような感じで、人が死んじゃってもあの世に行くものなんですかという質問なんですね。はい。ブッダの答え、ウボプンニャンチャパーパンチャヤンマッチョクルテイダタンニタスサカンホーティタンチャアダイガッチェティタンチャスアヌガンホーティチャヤアアナパイニ。死すべき人がこの世でなす善悪、
彼にはそれが自分のものとして存続する。やった先行役行為は一緒に行きますよ。来世にそれを持っていく。それが彼に去ることのない影のごとくに隙間と。だからこれ言って難しくない。だから善悪は心にやってるんだから、あの影響はいつでも心にあるんです。だから死んでも次にあの心はあの影響を持っていくんです。だから人は自分のことを意識しみならば善行為しなさいよと。悪行為も善行為もやっぱり同じわけであの世に行きますからね。だからまあというふうに善行為しなさいということになります。はい、それで次の芸、あの同じ経典にありますよ。ビーム、タスマですから、軽いなんやな。良いことやってよと。ニチャヤンサンパライカ。そのゆえに未来の富として善をなすべき。ポニャーニパラローカシンパティッタホンティパーニナ。生き物たちにとって孤独は高いにおけるよりどころとなる。だから人は善行するべきということはね、自分の財産とはまあ善行である。はい、それでこの大体終わりになってきます。アッパマーデスッタンという経典がありまして、これも質問なんですね。お釈迦さんに聞くんですね。この世で幸福になるためのこの世でまたあの世で幸福になるためのたった一つの方がありますかと。怠けて質問ですね。八正道八があるんだから面倒くさいと。八があるん、ああ面倒くさい。それでこの世の方がたった一つないんですかと。この世で幸せになる、あの世で幸福になる。お釈迦様は答えたんです。アティコマハラジエコダムヨブブワティサマディガイヘサマディガイヘディテティ。大王よ、両方の利益を得て、従立するような一方は、一つの方は存在しない。ありますよと。一個だけ全部やってくれる。ディッタダンミカンチェはアッタンサンパライカンチェと、すなわち現世と来世の利益をと。ああ、それは不法意思なんです。アッパマーダーコーマハラージェイコーダンモヨーボーアッテサマディガイアディッタディッタダンミカンチェはアッタンサンパライカンタチェンパライカンチャーティ。だよ、不法意図が両方の利益を得て従立するような一つの方なのです。そのまち現世と来世の利益を。現世で幸福になりたければ、死後も幸福になりたければ、不法意図ですね。だからこれ一つだけ、不法意思っていうのはこの先、気づきのことなんです。これあればどうですかと。で例えばありますよ。ハッティパダン、テイサン、アッガマッカーヤ。まあ、これちょっと省略しています。ミスリに住んでいるすべての生命の足跡は、その足跡の中に入る。
森でいろんな動物の足跡あるでしょ。どんな動物の足跡も象の足跡の中に入ります。セミ小さいんです。象の足跡は大きいんです。入るように、不法一つはこの世であの世で幸福に達する一つの方になります。だから全て自分を意識してみたければ、あれこれまあただ気づきの実践なんですね。だから来世は信じても信じなくてもどうでもいいんだけど、この世で幸福になりますからね。あのプログラムとか変えれば、終わりですかね、それ、はい、そこで自分を意識しみならば、人は自分のことを大事に思っているならば、怒り、嫉妬、憎しみ、恨みなどで心を汚さない。汚いです、自分汚れたら。他の生命を自分と平等だと思って生きる。差別を捨てる。心を清らかにする。やっぱり汚れた心だったら気持ち悪いんじゃない。執着を減らす。感情の奴隷になって生きることをやめる。妄想にふけることをやめる。理性と知恵を育てるという項目で自分を意識することができます。まあ、大体仏教でおっしゃってる戒律を守ることやら、すべて自分を意識しむことなん。私は瞑想したからといって、お父さんが下手に達したということはありえないんです。はい、そういうことで自分のことを大事にするとは、まあ、ずっと仏教で教えていることをなんです。悟りは自分で悟らなくちゃあかんでしょ。煩悩は自分の煩悩でしょ。これは自分で出さなくちゃいけない。お父さんが私の煩悩なくしてくれと、それはできないんです。そういうことで、まあほとんどの仏教の教えは、あのセルフコンパッション、自分を慈しみということで、だから下脱まで自分を進んで向上されて持っていくんです。はい、以上です。はい、ありがとうございました。今日4時半までですので、若干お時間ございます。20分ぐらいありますけど、何か今日の話に関連して、あるいは関連しなくてもいいんですけど、何か質問ある方いらっしゃいますか。挙手していただければ。では、中段のところにお二人手を挙げていらっしゃいますね。今マイク持ってもらいます。じゃあ先にこちら。今日はありがとうございました。良い行いをしようとするときに照れてしまうことがあるんですね。例えばお年寄りに席を譲るとか、あるいは親孝行をしようとしたときに照れてしまって、それができないということがよくあるんですが、それは仏教ではどういうふうに扱えばいいんでしょうか。簡単です。完璧悪人です。偽善ということでしょうか。偽善ということでしょうか。いや、悪人で偽善ではないんです。そんなに自我張るいうことだったらやればいいだけの話でしょ。だから素直じゃないでしょ。頭の中で自我で自我で自我でものすごい悪思考にも
凍ってしまって、これは質問が私はもう聞いて聞いて昔からも聞いてるでしょう、ね、こんなこと言われてちょっと照れちゃいますよ。いまだに聞いその同じ質問。そこであまりにも自我だから自分が良い人間だと思っているんです。だからちょっと照れちゃったとかね、お母さんにまあこんにちはありがとうというかちょっと照れちゃったとかね。だから生きる喜び知らない、こういう人々はものすごい自分の殻をそこって自分の地獄を背負って苦しんでいるんです。なんで悪行為するときは照れないんですかね。良いことをするときだけでしょ。それは痴漢しようとするときとか友達とバンバンじゃあ酒飲みはいどうぞはいどうぞとかね、そのときは照れませんね。で、あんた一曲歌ってください。最低なんです、音痴で。それでネクタイもこうね、汚い格好にして、マイクの時で歌うと、その時照れないでしょ。誰に向かってそれ言うんですかね。先輩する時だけ照れちゃうんです。だからこの先行為するときは照れる人は、悪行為するときは堂々と、私は勇気があるよ、人間やと。恥ずかしいもの何もない前に出て活動するんだと言って悪行為するんです。ですから、先行為するときは照れちゃうということが、私が言ったことです。悪人です。これはもう優しい言葉では答えられないんです。で、何のことなく当たり前っていうふうにやればね。私はと何か1回2回やったんだけど、すごく体調が悪くなっちゃって歩けなくなっちゃってちょっとしゃがんじゃったんですね。で頭がおかしくなって言うと、周りに行く人々は、あ、この人ちょっと調子が悪い、分かったんです。でさっさと来て、大丈夫ですか大丈夫ですか、何とか知って、何をすればよろしい、何のことなく聞くんでしょう。そちら照れは感じなかったんです。お役をするとき照れる信じられない。あれ、そういうのは私の言葉すごい厳しいと思わないで、その通りで理解してみてください。その方がいいんです。あれは一人一人、私は何をやるとき照れる、何をやるとき照れないとかね、見てみれば、良い行為やるときだけ照れる。悪行をやってるときは堂々と胸を張ってやっちゃうという性格があるんです。だから自分を愛するっていうプログラムは実行してないから、大体そういう現象っていうのは普通、日本では普通やと思います。外国、どんな外国でもそれは全然照れるのと一切ない。もう人を助けるときでも
親の面倒を見るときでも、まあ、ドキャンドキャンと。やっちゃいますよ。だから外国に、日本に住んでいる外国人でもね、何かいいことあったら、すぐ、お母ちゃん、こういうことをやりましたよ、とか報告する。うまくいかなかったら、そうしてもいいよ。で、なんとかお金も送って、助けてあげたりもする。それは世間では普通ですけどね。私は昔からそういう、そんなこと言ったっても照れちゃいますよというね。例えば年寄りに座席をあげるね。何のことなく立てばいいでしょう。これ自我が割り込んで、これ立ったらなんかまずいなとかね。楽ねんでしょ。私はあげたことありますよ、別に。時々私の方が年上でしょ。人を見たらちょっとなんか調子が悪くなったら、何のことなく立ち上がって別所のところに行くんです。はい、どうそうと言わないんです。ただ、俺が降りたいよっていう態度を取って立ち上がるんです。ああ、めんどくさいあるから立ってそれから降りますよって感じ。そうすると隣のおじさんが、ああ、よかった、座りましょうと。それだけ。そんな単純なことで、だってまずいな、人は何を思われる、人は何も思わないよ。人は自分のことばっかし見張って、この人何するのかとかをやってないんです。まあ私の場合あるんだけど、頭いかれてる人々は、何から何まで私が手上げてもじーっと見て、手下げてもじーっと見て、何かカップ取ったらじーっと見て、水を飲んだら何口飲んだという計算までして、まあそういうことはあるんだけどね。だから私はそういう人々というのは、祝福が入らないってことを知ってるんだから、まあ無視するんです。私をとことんいじめていじめて、私のプライバシーまで侵害して、私を管理して、コントロールして、幸せになると思ってるんです。なります、すいません。だからそういうのは、末期状態で治らない方々で、世の中はそうじゃないんです。大体、人が何やってみて、まあ、あっち乗るんですよ。だから電車で自分が立ったからって言って、ああすごい人、年寄りに座席を許しまった、ああすごい、ないでしょ、どんなこと。自分のお父さんにプレゼントあげたからって、ああすごい、あんた本当で会社で話題になる、あんたお父さんにプレゼントあげた、ああすごいの、あこれはテレビで出さなくちゃと、何考えてるの。はい、そういう自我があるんだからね、完璧悪で固まってる場合は、善行為はしがたいとお釈迦様おっしゃってるんです。そういうゲームあります。自分の幸福になることはやりたくないと。でも自分が地獄に落ちることだったら進んでいっちゃいましょうと。これもお釈迦様の言葉なんです。ダンマパデにあります。
යම්වේ හිතන්ත සාජුංච තංවේ පරම දුක්කර ජිබුන්න කෝපගෙන් නරුපොතෝ දත්තර මු යරි සුරකුත යරි සරකත මන්ත සුකරම් දෙස්කන්න ජිබුණු තමරි නැරු දේශෝ කොරෙත කොදමවා ශොකුදයි යගරියෝන ගංජි දේශෝ කොදමග ශුකුදයි දෙවා නකු ගේම් යරිතයි තු ඔමුත්ත බායවානේ උතුරණ නත්තිම සොන්න කිමොචි දේරුන් දෙස්කනේ はい、ちょっと長く喋っていましたけど、大体そういう問題は日本社会にちょっとありますから、そこを理解して頑張った方がいいと思います。ありがとうございました。では、その方。仏教は、お釈迦様は空中滅道をおっしゃったと思うんですけれども、滅っていうところは割愛を滅するためにっていうことだと思うんですが、その次には八正道が出てくると思うんですが、最初はどうしても滅と道の関係が分からなかったんですね。どうして割愛を滅するためには8つもやらなくちゃいけないのかと、そこら辺が分からなかったんですけども、さっきのコウサラ王の話にも、一つの方をやればあなたは幸せになります、それがアッパマーダということだったと思うんですけれども、私にとっては不法律をするためにはやっぱり発祥道が少しずつでもできないと、不法律も気づきもできないんじゃないかなと思いまして、要するに仏教っていうのは八正道を少しずつでも全て自分の中で完成していかなきゃいけないよという教えなのでしょうか。まあだからそう決まってないんで、だからこの今日の経典で法一緒で全部 OK やと言ってるんだから、その通りですよ。法一だけ完成すればもうそれで OK だというお釈迦様の教えなんですか。不法律を完成するためには発祥道全てができないと、またぐるぐる回るんだなんでそうやって回るんですかね。発祥道を完成しなくちゃいけない、で発祥道を完成しできないんだから、じゃあ不法律をやる、あ不法律をやるために発祥道をやる、どこまで回るんですかね。不法律を実践すれば仏道は完成やとおっしゃってるんだから、その人の全部が管轄外でしょ。うさかさん、ねはんねはやる、ほんのちょっと前にも言ったのは不法一緒でしょ。これ守りなさいよ。だから不法一緒守る人は、発祥道を守っているんです。そんなややこしい接するのはやりたくない。不法一緒やった人は、発祥道をやっているんです。ございました。はい、それではちょうど時間になりましたので、これで終了したいと思います。ありがとうございました。祝福の祈願の部分よろしいですかね、うん、では祈願文書を唱えて終了したいと思います。ドゥッカッパッタチェニンドゥッカバヤッパッタチェニンバヤスカッパッタチェニスカホントサンベピパニノ苦しんでやむ
悩む生命が苦しむなく、恐れて悩む生命が恐れなく、悲しんで悩む生命が悲しむなく、一切の生命が安穏でありますように。はい、ありがとうございます。皆様ありがとうございました。以上をもちまして、本日の初期仏教月例講演会終了とさせていただきます。どなた様もお忘れ物なさいませんようにお気をつけてお帰りください。なお、中野駅をご利用の方は、歩道の左側を通行いただき、前方からの歩行者の妨げとならぬようご配慮お願いいたします。本日はご来場いただきまして、誠にありがとうございました。